アルフレード・ローゼンベルク、アルフレード・エルンスト・ローゼンベルク、1893年1月12日1946年10月16日は、ドイツの政治家、思想家、国家社会主義ドイツ労働者等、第二次世界大戦期にはも務めた、ニュルンベルク裁判で死刑判決を受け処刑された。年ロシア帝国領エストニアのレバル、 レンタリンにドイツ継承官の支配人を務めていたバルトドイツ人の子として生まれた。ローゼンベルク姓はユダヤ人に多い姓いだがバルトでは非ユダヤ人にも一般的な姓だった。一部のジャーナリストの説ではローゼンベルク家はドイツ系の血統ではなくレッド人あるいはユダヤ人であるとされているが立証はされていない。母はアルフレートを産んで間もなく死亡し、 父親も若くして病死した。そのためサンクトペテルブルクにあった母方の親戚の家に預けられて育った。彼はレバルの実家学校でドイツ人教師と出会い、ドイツの古い文化や地理、北欧神話やインド哲学への興味を持つようになった。中でも17歳の時に読んだヒューストン・スチュアート・チェンバレンの著書19世紀の基礎は彼が反ユダヤ主義やゲルマン民族史上主義に 傾倒するきっかけとなった。その後、建築家になるべくに進んだ。第一次世界大戦によるドイツ軍の進行によって、ローゼンベルクはモスクワに移り、モスクワ高級工科学校、現在のバウマン記念モスクワ国立工科大学に入学した。しかしまもなく、ロシア革命が発生し、ローゼンベルクは革命の進展を目の当たりにした。彼は、 革命期のアナキズムに強い嫌悪感を持ち、また、共産主義革命をユダヤ人の陰謀と捉え、これらに強く反感を持つようになった。1915年には、ヒルダ・リースマン、ヒルダ・リースマンと結婚した。1918年には建築学の資格を取得し、レバルに進軍してきたドイツ軍に入隊を志願したが、認められなかった。 その後締結されたボリシェビキ政府とドイツの休戦協定に衝撃を受け、11月には祖国を得るため我が家を捨てベルリンに向けて旅立った。しかしベルリンは当時戦争敗北のため混乱の極みにあった。1919年初頭、ローゼンベルクは職を得るためミュンヘンに移ったが亡命者救済委員会の世話になって暮らした。ある日、路上で妻、 ヒルダの友人と出会い、政治運動家で詩人のディートリヒ・エッカートと出会うよう、勧められた。ローゼンベルクはエッカートに対し、あなたはエルサレムに対し戦う人間を雇いますかと、問いかけると、エッカートは、もちろんと答え、ローゼンベルクの世話を引き受けた。ローゼンベルクはエッカートが主催する新聞、良いドイツ語で、に記事を書き、彼のトゥーレ教会にも参加した。 1919年末頃には、アドルフ・ヒトラーと出会い、ドイツ労働者党の党員となった。党員番号は626番だった。ドイツ労働者党は1920年に国家社会主義ドイツ労働者党へと解消した。ローゼンベルクはロシア語に堪能で、東方問題に詳しかったため、初期のナチ党幹部の中で一種独特の地位を築くことになった。党は12月に、 ミュンヒナー・ベオ・バハター紙を買い取って、フェルキッシャー・ベオ・バハター、民族の観察者の意図改め、ローゼンベルクは、エッカートの補佐として、編集助手となった。その後エッカートが体調を崩してトームから引くと、代わって、ヘルマン・エッサーが主筆となった。ローゼンベルクはこの人事に不満であり、エッサーを軽蔑したため両者の間は倹悪となった。1921年1月にはエッサーに代わって、 研修責任者となった。この頃、ローゼンベルクはその外交に対する視野からヒトラーに大変気に入られており、ヒトラーは自分が意見を聞くのはローゼンベルクだけであると、に告げていた。またイルンスとハンフシュテングルもヒトラーがローゼンベルクの大きな影響下にあったと指摘している。これらの点をは、エッカートとローゼンベルクはヒトラーの教師だった。ヒトラーは数年の間、 彼らの口真似をしているに過ぎなかったと評している。ただし、実務面での能力には欠け、党内の役職はエッサーやマックス・アマンらに握られていた。1923年には国家社会主義ドイツ労働者等の本質、原則及び目的という考量解説書を出版し、5万部ほどを売り上げた。1923年11月8日のミュンヘン一期では、 翌日の失敗に至るまでヒトラーと行動を共にした。ローゼンベルクは、大砲を逃れ、ミュンヘンの各地に潜伏していた。ヒトラーは週間後、ローゼンベルクに、党指導を一任した。ローゼンベルクは大ドイツ民族共同体という、偽装団体を立ち上げ、ナチ党の運動を再開した。しかしこの運動の実験は、間もなく、エッサーや、ユリウス・シュトライヒャーに握られ、ローゼンベルクの権力は、 ほとんどなきに等しかった。1月31日には、ザルツブルクの幹部会合で、党指導者代理に指名されたが、ミュンヘンに残っていた幹部、エッサー、シュトライヒャー、アマンとローゼンベルクの関係は最悪であり、彼を、部分的ユダヤ人や、フランスのスパイであると罵った。この頃、党の問題となっていたのが、エイリヒルデンドルフのドイツ民族自由党との合併問題であった。 ローゼンベルクは党の合併には反対したが合法的な選挙によってナチ党の勢力拡大を図るべきと考え選挙での協力関係を結ぶことには同意した。これらの運動の連合である国家社会主義自由運動は5月の国会選挙で200万近い票を集めることに成功した。しかしヒトラーは当初選挙にも反対しており合併問題についても意見をはっきりさせないなど ローゼンベルクへの方針にはっきりとした同意を与えなかった。さらに6月16日にはヒトラーが誰も自分の代理で行動したり声明したりする権限はないと表明したことでローゼンベルクの党指導代理の地位は失われた。ローゼンベルクは反ユダヤ主義の新聞、雑誌の発行等の活動しか行えず、運動の主導権は他の幹部にすっかり奪われていた。ヒトラーは後に ローゼンベルクがこの時期不中であったと彼を激しく非難している。結局この体制は民族自由党との結立とヒトラーの出国によって終焉した。1929年にはを創設した。1930年には国会議員となり外務委員会に属した。1933年4月にはナチ党の対外政策全国指導者に就任し、 のトップとなった。外務局の任務は、東ヨーロッパとバルカン諸国のファシスト集団との連絡を維持することであり、海外政策について、コンスタンティン・フォン・ノイラーとの外務省や、ヨアヒム・フォン・リッベントロップのエルンスト・ビルヘルム・ボーレノと争った。1934年からを立ち上げ、ナチス理論の宣伝と国内の言論活動を監視とした。1939年には、 エイリヒレーダーとノルウェー国水党の仲介などを行った。1940年にフランクフルトアムマインニを設立した。1937年にはノーベル賞に対抗して制定されたドイツ芸術科学国家賞を受賞する。第二次世界大戦の勃発後、外務局の下に全国指導者ローゼンベルク特捜隊が設置され、占領地からの文書、美術品の応酬に当たった。 1941年に独ソ戦が始まるとヒトラーに命じられて新しい占領地域に三つのを作る計画を立案し東部占領地域大臣に任命された。しかし東部占領地域省はハインリヒヒムラーやヘルマン・ゲーリングらとの製造において終始劣勢であり東方における実験はほとんどなかった。1941年7月16日に行われた 相当大本営での会議では、占領したウクライナの住民に対して、有効的な政策を採用してもらいたいと訴えるが、ヒトラーに一周された。ローゼンベルクは1945年5月19日、イギリス軍によって、フレンブルクイコールミュルビクの海軍不評部隊の野戦病院で逮捕された。ニュルンベルク裁判では、侵略戦争の共同防御、侵略戦争の実行、 人道に対する罪、戦争犯罪の四つの罪で訴追された。裁判では、ローゼンベルクが認識された党のイデオローグとみなされ、さらに外交政策責任者の一人であったことが重視された。1946年10月1日に、すべての罪状が有罪となり、死刑判決が下った。1946年10月16日に、公死刑が実行され、 処刑の直前に、刑理から最後の言葉はないかと質問され、いいえと答え、これが彼の最後の言葉となった。自殺したゲーリングを含めて、ローゼンベルクラ11人の遺体は、アメリカ軍のカメラマンによって撮影された。撮影後、木箱に入れられ、アメリカ軍の軍用トラックで、ミュンヘン郊外の墓地の火葬場へ運ばれ、そこで焼かれた。遺骨は、 イーザル側の支流コンベンツ側に流された。ローゼンベルクはヒトラーに忠実に使え、ヒトラーも様々な地位を与えたが、ローゼンベルクはどれ一つとして守備よくこなすことができなかった。ヒトラーは彼を人種論の担当者、そして文化宣伝の責任者にしたが、最終的には彼をうんじるようになっていった。ヒトラーの他の部下たちよりは人柄が高尚で権力闘争は、 愚か自分の政策を実行するための根回しすらできないため、マルティン・ボルマンやエイリヒコッホなどが彼の頭越しに意見を通すこととなった。権力機構から見られるローゼンベルクの権力の大きさと、それに相反した発言力の無差は奇妙な印象を与えるが、これはローゼンベルクがナチス内部での権力闘争に敗北していたことを意味している。初期の彼の民族論。 文化論は1930年に発行された著書20世紀の神話にまとめられている。しかしながらその思想が偏境で融通に欠けていることからヒトラーの側近には侮られ、後にはヨーゼフ・ゲッペルスにもイデオロギー、元年のゲップと軽蔑された。彼の民族論によれば人種の多元性を認め未来のドイツ帝国から排除される人種はユダヤ人だけであるとしている。 それゆえか、ゲルマン民族以外は人類から排除するという徹底的な主張の持ち主であったヒムラーやボルマンらがヒトラーの信頼を勝ちへ、ローゼンベルクは次第に実質的な権力を喪失していった。また、理学校科大学在学中より古代インドのアーリア人神話や神秘主義哲学に系統、ラスプーチンやクルジエフの影響を受けたロシア、 神秘主義サークルで修行を積んできたオカルティストでもあった。しかし、近年では、定型的な批判とは別に、ゴシック様式の評価などの内容をはじめ、思想的内容も、常識的であるとする見方も思想史的に登場しつつ、ある。米軍の交流記録によると身長は180センチである。ニュルンベルク刑務所付け心理分析官、グスタフ・ギルバート大尉が、改訂前に、 被告人全員に対して行ったベックスラー・ベルビュー成人知能検査によると、ローゼンベルクの知能指数は127だった。ローゼンベルクは、ポーランド・オクライナバルト海沿岸へとドイツの生存権を広げるべきだという東方生存権の思想をたびたび表明しており、ヒトラーへの影響も指摘されている。1927年の著書、ドイツ外交将来の道では、 その立場はより明確となっている。ただし、大ロシア人、現代でいうロシア人とユダヤ人についてはヒトラーと一致した見解を持っていたが、ロシア人をソ連の他の民族と区別していた。ローゼンベルクの反ソ連思想は強固なものであり、時に大祖優和を唱えたナチスサハとは相入れなかった。ローゼンベルクはモスクワ大公国を ロシアイコールモンゴルの更新性の中心とみなしていた。彼によれば、ロシア人は、帝政時代にもソビエト政権下においても、民族的に異なる、ウクライナ人、エストニア人、グルジア人、タタール人を抑圧し、ロシア化を強制したとしている。ドイツが、ボリシェビキの圧政からの解放者として振る舞えば、 ソ連国内にいる大ロシア人以外の何百万という住民の支持が得られ、ロシア人国家を解体できると信じていた。ウクライナ人国家を建設し、バルト諸国やカフカースも分離させることで大ロシア人の侵略を阻止できるという彼の主張は、ゲーリングのドイツ人の入植と直接支配という方針転換に退けられた。1943年には連合国との 和平案として、私有財産と心境の自由、ソ連の少数民族の自治権回復を約束するという方針を推薦したが、これもヒトラーに入れられなかった。同年5月にヒトラーに指示されて農業条例を発表した。これはソ連農民の協力を得て生産力を高め食料をより多く獲得する目的のために、 農民が工作した土地の永久所有を認めることを謳ったものであったが、その秋には軍事情勢が悪化し、ローゼンベルクの宣言は完全な失敗に終わった。ゲーリングに次ぐ東部占領地域大臣として、また、党の外務部長としてのローゼンベルクは当然、ポーランドやロシアバルカン諸国、バルト諸国でのユダヤ人の扱いを実質し、責任を分担すべき地位にあった。 しかしローゼンベルクの艦長は占領された民政地域の経済事項を決定する権限しか与えられておらず、軍政を掌握するゲーリングの組織と競合する立場にあった。ユダヤ人労働者の強制労働、食料供給、財産の募集についてローゼンベルクは介入できなかったし、するつもりもなかった。東部占領地域省が支配する地方へのユダヤ人の 移動について1941年10月に2度ほど、フランス軍司令部や総督府に相談されたことがあるが、いずれも結論は出ていない。1942年6月のユダヤ人への住居、退居司令によって、税務署員が押収した中でも、著作とその他のユダヤ的厳選の文化、芸術作品が、全国指導者ローゼンベルク特捜隊に渡され、おそらく、 フランクフルトのユダヤ人問題研究所に送られた。この特装隊は、オランダやフランス、ベルギーなどに権限を拡大し、ラビの神学校、スピノザ教会などから個人の蔵書、美術品を押収し、その中には、ローゼンタール文庫のような貴重な資料も含まれていた。1943年3月に、東部省はユダヤ人の 各の処分を単独で行うことを宣言し、その売り上げは東部占領地域省の予算に入れるべきだと主張。1944年5月の段階で、ローゼンベルクの東部占領地域省は、ユダヤ人問題が新衛隊の管轄であることを認める、ただし収容所における賃金再起は帝国弁務官の財務局に支払われるべきだと主張する書簡を送った。 ユダヤ人問題の最終解決、ホロコーストについて、ローゼンベルクがどの程度責任を感じていたかということはわからないが、自分の権限の及ぶ限り、ユダヤ人の財産没収からローゼンベルクが利益を得ようとしたことは明らかである。それが学術への寄与を狙ったものか、行政上の必要によるものかはともかく、ユダヤ人にとっては破滅であることに変わりはなかった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。